どうも、磯部揚げチャンネル、磯部です。いよいよ来ました。プレステ4のリモートプレイですね。今回やるのは2王ですね。2王2じゃなくて2王の方をやっていきたいと思います。2王をやるのだいぶ久々ですね。全然クリアしてなかったんですけど、ちょっとやっていきたいなと思います。ちょっと練習を はい、やらせていただきたいなと。全然覚えてないんで。こんな感じですかね。大体覚えてきましたね。斬新でしたね。思い出しました。斬新を使っていこうよっていうことですよね。はい、ちょっと練習もそろそろやめにしてやっていきたいと思います。あ、そうか、長押しか。扉開けるのすらできない。こんな感じですね。わかんねえな。よいしょ。ちょっとアイテムの拾い方も結構忘れちゃってるんでね、もうちょっと練習していこうかなと思います。敵がいますね。おい、うん、いいじゃない。やべえな。やばい、やばいやばいやばい。よいしょよいしょ。おー、やられる。あ、危ねえ。めちゃめちゃギリギリじゃねえかよ。アイテムどうやって使うんだったっけな。やべえな。とりあえずどっかなんか祠みたいのに戻れば。あれ、アイテム、あ、そうだ、祠みたいに戻れば体力回復できたはずだから、ちょっと戻って体力回復していこうかなと思います。やべえ、これ全然勝てねえやっていうか、うまくいかねえわ。どうしよう。よし、マジか、マジか。よし、うん、やばい、で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 、殺やん。うわ、危ない危ない。うわうわ、はい、というわけで、初めてのプレイステ4リモートプレイ実況してみました。ちょっと久々に2をやったんで、操作が難しすぎて1ステージもクリアすることできなかったんですけど、まあ、今回リモートプレイのやり方を覚えたんでね、2をだけじゃなくて他のプレイステ4のね動画も上げていければと思っております。はい、というわけで今回はこれで終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てね。